日曜日の6月27日に発売しますっていう情報を解禁させていただいたんですけどなんかみんな寝耳に水というかまさか写真集みたいなちょっとなんか重大発表ありますみたいなことだったんですけど作品に出るのかなとかドラマかな映画かなっていうお話をみんなざわざわしてくださってたんですけどまさかの写真集ですっごい喜んでくださって幸せでしたね。そうなんですはい 衣装はお気に入りのものはこちらの2つを 2> あ<の>現物を用意していただいてその写真がですね、うん、まずこちらですねこちらの奥のチャイナドレスなんですけどこちらはあのわざわざスタイリストさんが中華街の方に行ってくださって仕入れてくださったっていう,う多分、はい、そういう情報もいただいてて。 なかなかチャイナドレスとかも普段着る機会が本当にないので、うんうでね、こういう写真集っていう作品っていうものならではの衣装になったかなと思います。こちらの写真可愛いなんですけどいい食べてますね。そうなんです。これももう本当にあの最初企画の段階で。 私のすべてをヒアリングしていただいて、はい、好きな食べ物とか好きな動物とか、うん、どういう服が好きですかとかっていうのを全部聞いていただいた中に、うん、私は甘いものを食べるのが大好きですっていうお話をさせていただいて、うんはい、じゃあせっかくだったら甘いものを食べてる写真も撮りましょうって言って、うん、星野屋リゾートさんに行かせていただいたので、はい、そこでパフェを食べさせていただいた時の衣装です。 本当になんかこう自然体で幸せそうな、ね、いやもう幸せでしたね